こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物を着て動いていると、白い半襟の右と左の分量が変わっちゃうとか、着物を着た後、ここの着物の襟のこの幅、右と左がなんか違ってる、分量が違ってる気がするって思ったことありますよね。本日は左右対称に着物を着る方法、襟が左右対称になる方法について詳しくポイントを解説していきます。では早速お話ししていきましょう。まず左右対称に着るというので一番重要なのはまずは長襦袢ですね。長襦袢を左右対称に着るというのが前提条件であるということをまずお話しさせてください。長襦袢を左右対称に着るには襟合わせをするときに鼻、顎、喉のくぼみ、トップバストというふうに本当に右も左も左右対称になるように着ていただきたいです。で、伊達締めを止める前とかにですね、こうやってトップバストのあたりをこうやって触ってもらって、トップバストから襟がどのくらいこう出てるのかっていうののこの左右対称の分量というのを確認していただくとより左右対称に着られると思いますので、長襦袢を着るときにね、ぜひそこを確認していただければなというふうに思います。さて、今日はね、着物を着るときにどういうポイントを、押さえていただいたら左右対称になるのかというお話をさせていただきます。よいしょ。指標というかポイントはね、2つあります。1つ目が、今日私が着てる着物っていうのはこう襟幅が広いんですね。これ広襟と言います。で、浴衣の襟っていうのはもう初めから折ってあるのでバチ襟というふうに言うんですけれども、バチ襟は特に何にも気にしなくていいんですが、広襟の場合、今日私がね、着ている着物もそうですけれども、自分で好みの幅にこうやってね、襟を折って着る着物の場合は、この折る分量っていうのが右と左同じでなければ左右対称にならないですよね。なのでこっちが広くてこっちを狭く感じるみたいな風に感じることが、発生してしまうわけです。それから着物を着た後に右と左のこうやって白襟が出る分量が左右こう変わってしまうっていうのは、よりこう着物を着た時に、左右対称かどうなのか、ここだけを見ずに着物を着るということが大きなポイントになりますね。まず最初に広襟、こうやって広い襟の場合、どういうポイントで襟幅を決めていくのかということについてお話をしていきましょう。まずやっぱり大事なのは右と左、折る分量を同じにするということがすごく重要だと思います。実際どのくらい折ったらいいんだろうっていうふうにね、感じてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、好み、最終的には好みなんですけれども、よくわからないという方、好みを見つける前の段階の方ということでお話していきましょうね。この襟のここ地襟って言って、ここ襟がかかってる部分、ここ今ね分かれてますけれども、ここ襟が上にかかってる部分は掛け襟と言います。掛け襟がすごく分かりやすい指標の場所になるので、掛け襟のところでこの幅のだいたい3分の1ぐらいを折ってあげると、右も左もね、だいたい同じぐらいの分量になりますよね。ここでこうやって右も左もだいたい3分の1ぐらいになるように折る。こうやって合わせた時にだいたい右も左も同じかなっていう感じで確認していただくといいです。襟をね、こうやって私作っていく時に必ずここ右と左が同じかどうかっていうのを折る分量を確認するようにしています。で、一回ここから手を離して実際こうやってね、襟合わせをしていくわけですけれども、その時こうやって何気なくこうちょっと開いちゃったりしますよね。その時私何で見てるかっていうと、毎回こうやって見たりとかすると、せっかく整えた襟がね崩れちゃったりするので、自分のこの親指第一関節からこう爪の先までぐらいがだいたい3分の1になるので、自分の体の一部をメジャーにしています。で、だいたいこのくらい折るのねっていうのがここで分かりやすくなりますよね。そして、着物を着ていきます。で、逆側の襟もね、合わせる時もここだいたい親指の第一関節から爪の先ぐらいまで折るというふうにすると、ここの着物の襟の分量が
左右大体同じになってきます。ここがポイント1つ目ですね。続きましてポイント2つ目お話ししていきましょう。見えるここだけじゃなくて、見えないところも気にしながら、着物を着ていただくと左右対称で着やすいんですけれども、そこの話していきましょう。まず今ここのね、襟の分量っていうの、ここの今見えるところの襟の分量っていうのは、もう慣れてらっしゃる方は目分量でもいいと思うんですけれども、慣れてらっしゃらない方はご自分のね、指とかを使ってこうやってカウントしていただくといいと思います。だいたい私はこういう風に突き当てて、第一関節から第二関節の間ぐらい、まあ 1.5 ぐらいですかね、ぐらいを一つ基準にしてるんですけれども、こうやって合わせていただきますよね。で、後輪ベルト、胸紐の方もいらっしゃると思うんですけれども、こうやって止めますよね。で、今内側三角上げするんですけれども、で、逆側の襟を整えて、ここまたね、親指のだいたい第一関節ぐらい折って、こうやって着物を着ていくわけですが、その時にまたトップバストを触るんですけれども、今ここ見えてるのは襟の部分だけですよね。ここで今だいたい左右対称にはなってるとは思うんですけれども、私は必ずここを触ります。自分のトップバストのところが一番わかりやすいのでね、そこで触るんですが、長襦袢のここの端、布端とこの内側の着物のこの端と端、トップバストの高さでここだいたいこうやって、この左側はこのくらい余っている、で右側はどうかなっていう感じで、ここ見えないですけれども、長襦袢のここの布端でトップバストのところで、こういう風にだいたい右と左の分量がだいたい同じかどうかっていうのをここで測るようにしています。ここだけを見て着ないっていうのは、必ず触ってここを確認する。ここっていうのはトップバストの位置で、長襦袢のここの襟端と着物のここの端っこ、今内側で言うとここですよね。この部分と長襦袢のここの襟端がトップバストのところでどのくらい分量があるのかっていうのを、外側からこうやって触っています。で、この分量とだいたい同じくらいになっているところに逆の襟もあれば、左右対称に切れているということになりますね。だいたい皆さんここだけ見て襟合わせをされる方が多いんですけれども、着物って着て動くじゃないですか。やっぱり動くと布もね、絶対動いていくんです。動いた後のことも想定していただく。つまりここだけじゃなくて、ここを触りながら着るっていうのは、その次の自分の今日一日の行動を見越した襟の整え方になりますね。着物を着て一切動きませんっていうことっていうのは難しいと思うので、ぜひ見えないこの部分っていうのも意識して襟合わせしてみてください。そうすると見える白の襟の分量っていうのが左右変わってくるというのがね、かなり減ってくると思います。ぜひお試しになってみてくださいね。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。